オミクロン株の影響で赤字幅が拡大しました。ANA ホールディングスは、今年3月までの1年間の業績予想を下方修正し、最終赤字が従来の1000億円から1450億円に拡大すると発表しました。オミクロン株の流行で国内線の利用客が想定を下回ったほか、 ウクライナ情勢に伴う航空機燃料の高騰も利益を圧迫しました。